はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、使用貸借における借主による使用収益について、また貸主の損害賠償請求の期間制限について、この2つをちょっとまとめて解説いたします。上は比較的簡単なんですけども、下はちょっとややこしいんですね。なので、この部分ですね、ここから下の部分ちょっとしっかり聞いていただければと思います。まず上の部分ですね。借主は契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、そのものの使用収益をしなければならない。このように規定しております。これ594条の内容なんですけども、これは簡単に言えば、物を無料で貸しますよっていうのが使用貸借ですよね。有料で貸すっていうのは賃貸借契約です。これはもう前回の動画でもお伝えした内容です。で、今回は使用貸借、無料で貸しますよ。例えば無料で居住用の建物を貸しましたと。私がオーナーで、あなたが、使用貸借の借主だったと仮定して、無料で貸しましたと。で、例えば契約で、ここは住むために使ってくださいねと、居住用建物として貸したというのであれば、これは用法っていうのは住むためですよね。で、これもしですね、室内ゴルフ練習場としてもしあなたが使ったと、住むためにもかかわらず部屋の一室を、室内でゴルフをする、室内でも実際ゴルフできるんですね。狭い部屋だと難しいんですけども、それなりに、8畳ぐらいあれば、室内ゴルフの練習ぐらいできるんですよ。そういったことに使っちゃうよ、これはダメだよっていう話なんですね。これだと用法に従ってないっていう話です。これは契約で住むためって決めたからですね。またその目的物の性質、これによって定まった用法、これ例えば、私が時計を無料で貸しましたと仮定します。で、時計のこのガラス部分っていうのかな、これすごく硬いじゃないですか。硬いからこれを何かを、壊すためにこうガラス部分をですね使って物をバンバンバンってやって、壊したと、そのように使っちゃった、これって時計の性質によって定まった用法に従ってないですよね。時計っていうのはあくまでも時間を見るために使うものなんですよ。このガラス面が硬いからといってそれを使って何かを壊すとか、そういった用法で使うためのものではないですよね。なのでそのような用法で使っちゃダメですよっていう話です。で、この使用と収益の違いっていうのは、使用っていうのは自分のために使う、収益っていうのは、それを誰かに貸してそこから、賃料を得るとか、そういったイメージで大丈夫です。じゃあもし契約の本旨に反する使用収益により損害が発生した、この場合どうなるかを考えます。例えばこの居住用建物の話で言うと、これ住むために貸しているにもかかわらず、住むためじゃなくて室内ゴルフの練習場として使って、で、こうバーンって振り上げたこのクラブとかが、天井とかにぶつかったりとか、ボールとかが天井とかにぶつかって、あらゆるところ壊れちゃった、損害が発生しちゃった、こういった場合どうなるのかというと、この場合損害賠償請求権が発生するんですね。つまり貸した側、私ですね、貸主はあなたに対して損害賠償請求をすることができます。じゃあこれいつまでに損害賠償請求をしなければいけないのか、これが期間制限の話、600条の内容なんですね。貸主は返還を受けた時から1年以内に損害賠償請求しなければなりません。つまり契約違反がありました、返還を受けました、で、返還を受けてから1年以内であれば、私はあなたに対して損害賠償請求をすることができます。で、続いて、貸主が返還を受けた時から1年間は消滅事項は完成しない。このように600条の2項で書いてあるんですね。で、これを見ると、あれ？この1番とどう違うのか、この1番っていうのは1項なんですけども、600条1項なんですけども、あれどう違うのって疑問に思われる方多いと思います。で、これはどういう違いがあるかというと、1番の内容っていうのは、この契約違反があってから10年以内に返還を受けた場合の話なんですね。つまりこれ、契約違反があってから10年間経過すると、これ消滅事項が完成するわけですよね。この10年を経過してから返還を受けた場合、これはもう事項が完成しているわけだから、貸主は借主に対して損害賠償請求ができないって話になっちゃうんですよ。例えば、これより前に私があなたに貸しますよね。建物貸しました。で、ゴルフ練習場として使いました。損害が発生しました。ここから10年間経過して、じゃあ、12年目ぐらいに返還を受けました。
と仮定します。でそうすると契約違反があってからもう10年経過しているわけだから、もう損害賠償請求できないんですよ、返還受けた時点で。まあ、そうなるとこれ貸主保護されないですよね。私は保護されない。なので2項で貸主を保護するためのルールを作ってるんです。別途これっていうのは返還受けた時から1年間は消滅事項完成しないということなので、この契約違反から10年経過した後に返還を受けたとしても、こっから1年間は消滅事項完成しないわけだから、この間に私はあなたに対して、貸主は借主に対して損害賠償請求すればいいっていう話なんですよね。だから2項があるんですよ。内容的にはすごく似てるんですけれども、1項だけでは保護できない部分があるから、それを2項で保護しましょうという話です。まあもちろんこの1項の内容を見ていただくと、これ違反から10年間、ここの間は消滅事項完成しないんですけれども、10年以内に返還を受けて、そこから1年を経過した後っていうのは、この部分は損害賠償請求もちろんできませんので、まあこの点は注意してくださいね。あくまでも返還を受けてから1年間、この間に請求してくださいね、これを経過すると損害賠償請求できませんよと、まあいう話です。まあこれももちろんそうですね、返還を受けてから1年間は請求できるけども、これを越してしまうと、経過してしまうと返還請求できる権利はなくなりますよっていう話です。まあ、このように図使いながら、まあ、具体例入れながら解説すれば、まあ、理解できると思います。ただ単に条文読んだだけではなかなかこの部分理解するの難しいので、ちゃんと理解をしながらぜひ学習していただければと思います。しっかり理解ができれば1回で合格できますんで、もし理解をしながら学習したいって方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。そして個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。